ねえねえマリサ、最近街中を走る SUV が多くなってきたけど、軽自動車も SUV スタイルが多くなったと感じない。確かに軽自動車の SUV は多いよな。最近ではダイハツタフトはかなり気になる車だぜ。それってスズキハスラーの対抗馬で登場した軽自動車でしょ。いやいやハスラーとは違って、本格的に悪路走行できるけど日常使いもこなせる SUV なんだぜ。本格的に悪路走行できる軽自動車といえばジムニーよ。まさかジムニーのパクリとか。確かにデザインも直線と丸だけで構成されているから共通性はあるけど、ジムニーより合理的な考え方の車だから大好きな車の一台だぜ。合理的ってどういうこと？それじゃあ何が合理的かも含めてダイハツタフトについて詳しく解説していくぜ。よろしくお願いします。ダイハツタフトのネーミングは、1974年まで遡るんだ。当時登場していたのは副変速機を備えたバリバリの本格 4WD 車のタフトで、1.0L エンジンを積んでいたから普通車だった。ということは、今回登場したタフトは2代目ということね。そこをどう捉えるかが問題なんだが、ダイハツ技術統括本部製品企画部チーフエンジニアの小村明則氏は、明確に後継車種ではないと言っているんだぜ。それは、全く新しい軽自動車のクロスオーバー SUV という理由からなんだ。なんかよくわからない。でも名前が同じなら普通後継車と言われてもしょうがないんじゃないの。まず、名前はタフ&オールマイティファンツールの頭文字からタフトにしているんだぜ。つまり、タフで力強いイメージから付けられた名前なんだ。もちろん先代タフトにも力強いイメージからそう名付けられていたから、先代を想起させることがネガではないと判断してタフトにしたらしい。つまり、現行タフトもタフな走行ができる車として誕生したということね。だが、そう簡単にタフトが誕生したわけじゃない。それは2017年頃だったらしいが、ダイハツが国内軽市場で活躍する車を、企画側で論議が交わされていたそうだ。ちょうどその時、タント、ムーブ、イースの3本柱に、さらにラインアップを加える議論だったらしい。そういえば、2017年にダイハツには本格 SUV ってなかったわよね。その通り、だから漠然とこれからは SUV がいいというジャンルは決まっていたが、どんな車を出すかは決まっていなかった。そこで、いろんな議論が行われ、車と過ごす日常のワクワク感が感じられる車にしようと最終的に決まったらしい。宣伝にもあるわよねワクワク SUV。開発段階に生まれた言葉だったのね。そこでワクワク感を高めるために、欧州に駐在経験がある主任デザイナーの意見を取り入れているんだぜ。それは、欧州では商用車のパネル板に楽しげな広告が書かれているんだ。この楽しげなスタイルが頭から離れず、それを開発する車で具現化しようとしたんだ。絵が描かれた車には確かにワクワクするけど、どうやって具現化したのかしら。つまりだな、前席と荷室をセパレートしても車が成り立つと考えたわけだ。そこから宣伝にもあるバックパックを背負うように楽しく出かけられる車が完成したってわけだ。でも、荷物を乗せて楽しく出かけるだけでは SUV とは言えないわ。確かにその通りだぜ。ダイハツは若い男性もターゲットに取り込みたかったから、その動向を調べたんだぜ。そしたら、機能性の中にハードなものを取り入れていることがわかったんだ。だから、タフな使い方や雑に使用しても大丈夫なイメージの車にしようと考えたんだ。そこから SUV スタイルが生まれたってことね。そういうことだぜ。老若男女が軽自動車ならではの経済性と取り回しのしやすさに非日常的な使い方を加え、行動範囲の広がりにつながる車として登場したのがタフトなんだ。なるほどね。開発コンセプトはよくわかったわ。それで外観と内装もやっぱり本格的な SUV なんでしょ。やっぱり四角い背が高いスタイルがタフトの特徴だぜ。SUV ルックで道具感が半端ないよな。だから同じ背が高いトールワゴンとはスタイルはかなり異なるぜ。確かに SUV らしい硬派なイメージが強いわ。でもスズキハスラーによく似ているのは気のせいかしら。それはよく言われるよな。軽自動車企画ギリギリでの開発だし、SUV としてのテイストを出そうとするとやっぱり似てしまうのはしょうがない。でもハスラーとホイールベースは 2460mm で全く同じだけど、前高はハスラーが 1680mm に対し、タフトは 50mm 低い 1630mm なんだぜ。サイズが少し違ったんだ。それは気がつかなかったわ。それだけじゃない、SUV として悪路走行性能にも関係する最低地上高もハスラーが 180mm に対してタフトは 190mm あるからな。かなり本格的な SUV に寄せたスタイルというのがわかる。しかもタフトの樹脂パーツはかなり素晴らしいんだぜ。タフトはかなり本格的な SUV スタイルということね。それで樹脂パーツの何がすごいのよ。タフトに使われている樹脂パーツはブラックのミトソウ樹脂だよな。しかもフェンダーアーチ部分だけじゃなくバンパーの四隅にも使用されていて、すべて別部品として交換可能なんだ。つまり、バンパーの角をこすっても、角の部分だけ部品交換できるってこと？そういうことになるよな。普通、バンパーのブラックの樹脂部分は塗装の塗り分けでデザインされているけど、タフトは違うからな。特に悪路走行で狭い道などに入り込むとバンパー角をこすりやすいからな。これは粋な計らいだと感じたぜ。SUV らしい使い方にも対応した車ということね。
タフトのかなり特徴的なデザインはフロントから見た時によくわかるんだぜ。フロントバンパーの下に通したもう一つのバンパーのような形状は、走行中に水たまりで発生する水柱を抑制するパーツだ。なんでそんなパーツを取り付けたの？普通の車はいらないわよね。そこなんだ。ダイハツにはキャストアクティバというアクロ走行が本格的にできる車があったんだ。でもフロントバンパーの下側をアクロ走行でヒットしてしまい、あまり評価は良くなかった。そこで、思い切ってフロントバンパーを切り上げるデザインにしたんだ。しかし弊害もあったんだ。何々その弊害って？フロントタイヤのトレッドがよく見えるスタイルにすると、自分で水を巻き上げて視界を遮ってしまったんだ。つまり、一本面白いデザインを加えたことで水を巻き上げなくなるってこと？そういうこと。だからそれを抑制するために面白いデザインになった。もう一つトレッドが見えることで空力も不利だったからな。このフロントバンパーはデザインで付けたんじゃなく機能性重視で取り付けられているんだぜ。機能性パーツだけど、とてもかっこよくデザインされているわね。かっこよくデザインされているのはそれだけじゃない。四角いボディでフロントの見切りを良くするため、ボンネットは水平になっているよな。でもそれだとボンネットが短くてかっこ悪く感じる。だからワイパーを取り付けるカウルトップパネルをボディ同色にして長く見せているぜ。確かにワイパー取り付け部分は一般的にミトソウ樹脂を使用しているのに、タフトはボディ同色で珍しいわね。そんな視覚的効果を狙っていたなんて知らなかったわ。さらに視覚的効果といえば、重厚感ある安定したスタイルに見せるため、サイドウエストラインを高くしてサイドガラスを薄くしている。これも視覚効果でどっしりとした車に見せる効果があるんだぜ。軽自動車だからこそ考えられたデザインなのね。確かに安定感あるスタイルに見えるわよね。少し話が前後するけど安定感あるスタイルといえば、フロント周りのヘッドライトデザインもかなりワイルドにしている。ボディの外にはみ出るようなヘッドライトにしたことで、塊感あるワイドな雰囲気を出しているぜ。確かに正面から見るとヘッドライトがはみ出ているように見えるわ。リア周りも同じなんだぜ。リアコンビネーションランプも同じように外に張り出したようなデザインにしている。軽自動車はどうしても規格内の大きさにしなければならないからな。こういった工夫で車を大きく見せれるからこのデザインはすごいと感じるぜ。リアコンビネーションも確かに張り出しているように感じるわ。これは光らせると目が光に行くからワイドな車に感じるわよね。あと、エクステリアデザインで特徴的なのが B ピラーの形状だぜ。フロントドアとリアドアのつなぎ目あたりを見ると、フロントドアのピラーはまっすぐなのに、リアドアのピラーは斜めになっていることに気がつくだろ。これも意図的に視覚効果を狙ったデザインなんだ。え、何々その意図的に狙ったデザインって、サイドから B ピラーを中心に眺めてほしいんだ。そうするとどこかピックアップトラックのように見えなくもないだろう。これもデザイナーが意図的にピックアップトラックに見せるよう工夫したデザインなんだ。遊び心満点のデザインね。そうなると内装もかなり期待が高まるわ。内装の特徴は前席の頭上に装備されたスカイフィールトップだぜ。前席の頭上に広がる開放感あふれるガラスルーフは圧倒的だ。もちろん日焼けや車内の温度上昇を抑えるためにスーパー UV&IR カット機能を備えているから安心だぜ。ガラスルーフの開放感は最高よね。アクティブに使用する車だからとてもよく似合うわ。アクティブに使用する人も多いから、ドアを開けた瞬間に目に飛び込むごついインパネはかなり特徴的だ。大型のトレイが利便性の良さだけでなくワイルド感を高めているよな。確かにごついわ。しかもセンターパネル周りは幾何学的なデザインがかっこいいわよね。内装色はブラックを基調としているから、落ち着いた雰囲気もある。さらに迷彩柄のシートが落ち着いた中に遊び心を上手に演出しているぜ。迷彩柄のシートは面白いわね。しかもホールド性も良さそうだしこれなら長時間運転もいけそうね。うむ。ホールド性があるシートは、ヒップポイントを高めにしてあるから乗り降りもしやすいんだぜ。さらに上級グレードの G には、オレンジのアクセントカラーのベゼルエアコン吹き出し口、シフト周り、メーター周りに使用してアクティブな雰囲気を高めているぜ。鮮やかなオレンジよね。オレンジをベゼルに使うなんて珍しいわよね。見ているだけでワクワクしてくるわ。タフトのすごいところは、内装デザインでグレードによる違いがほとんどないことだ。インテリアカラーはブラック一色だし、迷彩柄のファブリックシートも全て共通なんだぜ。違いはオレンジの加色と本革巻きステアリングホイールぐらい。グレード違いで内装装備が大きく変わると萎えちゃうからそれはいいわ。そういえば、タフトは荷室もこだわっているんでしょ。ああ、その通りだぜ。大きな特徴はリアシートを倒した時のリアドアとの隙間だ。普通の車だと、リアシートを倒すとリアドアとの隙間はかなりあるよな。でもタフトはリアシートを倒してもリアドアとの隙間がほぼないんだぜ。エンジニアが几帳面だったのかしら。そうじゃないぜ。リアシートを倒して隙間がないから、小物など荷物が落ちる心配が少なくなる。さらに、コンテナなどの四角い荷物もドアギリギリまで詰めるから、まるで箱型のバンのような使い方も可能だぜ。さらにデッキボードとシートバックの段差がなくなり完全フラットになるんだ。コンセプトのバックパックスタイルがここでわかるわ。荷室はこんなもんじゃないぜ。デッキボードを下げた下段スタイルにすると、背が高い荷物を乗せられるぜ。カタログではスーツケースを立てたまま乗せているから、かなりの深さがあるぜ。スーツケースを立てて乗せられるのはすごいわね。
タフトは、大きな荷物も背の高い荷物も乗せられる優れた荷室を持っているということだぜ。さらに、汚れても拭き取ればすぐに綺麗になる樹脂製だからな。アクティブに使用する人には最高と言えるだろう。内外装の素晴らしさは分かったわ。それで気になるのはスペックだけど、どんなパワートレインなの？用意されているエンジンは、最高出力52馬力、最大トルク60ナノメートルを発生する自然吸気エンジンと、最高出力64馬力、最大トルク100ナノメートルを発生するターボエンジンの2タイプが用意されているんだぜ。そこに駆動方式として FF と 4WD がそれぞれ用意されているんだ。ターボと NA、そして 2WD と 4WD の用意という、他の軽自動車にも見られるラインナップね。それだけじゃない。ターボモデルに搭載されるトランスミッションは、今世紀に発明された自動車技術の中でも卓越した技術と言われる DCVT が搭載されているんだ。え、何々その DCVT って、そんなにすごい技術なの？あ、悪い悪い。まず DCVT について解説すると、通常の CVT はベルト駆動だよな。それを DCVT では、ベルトとギア駆動を組み合わせたトランスミッションなんだ。これは2019年に世界初の技術としてタントに搭載され話題になったんだぜ。ふーん。それでギアとベルトが合わさると何がすごいのよ。まず今までの CVT は、効率がいい回転数を保ったまま加速できることだったよな。でも速度が上がると騒音が大きいし、燃費も悪化するデメリットがあった。それをギアを組み込むことで解消させたんだ。これにより、8速オートマ同等の変速比になっているんだぜ。8速オートマ並みってすごいじゃない。それなら滑らかに効率よく変速して走れそうね。ああ、その通りだぜ。だから、発進加速から高速道路での追い越し加速に至るまで、必要な力を必要なだけ引き出すトランスミッションということだぜ。ターボ付きなら、トランスミッションと相まって余裕の走りができそうね。それで NA はどうなの？ NA は CVT との組み合わせだけど、新世代の DNGA プラットフォームとしっかりした足回りで非常に滑らかな走りが特徴だ。52馬力あるから、普段使いだけでなく高速移動も難なくこなせるぜ。NA でも快適な走りが楽しめるということね。やっぱり DNGA プラットフォームってそんなにすごいのかしら。長時間のドライブでは、頭の揺れが眼球を動かすから視線のブレが大きくなる。それが運転疲労につながることがわかっているんだ。それで DNGA プラットフォームは、頭が揺れないフラットな乗り心地があるから疲労が少ないんだぜ。SUV で悪路走行をこなせる車が、長距離移動で疲れないというのはいいわよね。霊夢が悪路走行について話したから、駆動について説明するけど、タフトには 2WD と 4WD の2種類があると言ったよな。それで通常悪路走破性は 2WD はかなり不利なんだが、タフトには悪路用トラクションコントロール、グリップサポートを 2WD にも用意しているんだ。グリップサポート？何それ？悪い悪い。グリップサポートとは空転したタイヤに制動力を与えてスリップから抜け出しやすくするシステムのことだぜ。悪路ではまる場合、片輪だけスリップしていることが多い。そこで、グリップ抜けした一輪にブレーキ LSD 効果を高めれば、もう片方に駆動が伝わり抜け出しやすくなるんだ。すごいぜよね。さすが悪路走破性を兼ね備えたタフトだけあるわ。その走破性は雪道で活躍するんだぜ。車高が高いから雪で鉄がある場所も難なく走破できるほか、凸凹が激しい場所でもフロントバンパーを擦る可能性が低い。なんて言ったって、タフトのアプローチアングルは27度もあるからな。あのランクルも32度だからそれに迫るぜ。海外で悪路走破性に定評があるランクルとあまり変わらないアプローチアングルって、かなりすごいわね。それで悪路走破性にも優れて街乗りもできるでしょ。サスペンションは何を使用しているの？サスペンションは基本的にタントと同じなんだが、車高をアップさせるためにアーム可動変更しているんだ。ただ、フロントはマクファーソン式ストラットだけど、リアは 2WD がトーションビーム式、4WD が3リンク式コイルスプリングを採用している。2WD と 4WD でリアサスペンション構造が違うんだ。その3リンクって何？トーションビームというのは、左右のタイヤを車軸1本で繋いだサスペンションだよな。FF に採用される定番のサスペンションだよな。それは知っているわよ。それと3リンクは何が違うの？3リンク式は、トーションビーム式のように左右のタイヤを1本の軸で繋いでるけど、前方から伸びるスイングアームでボディと繋がっている。ただそれだけでは車軸が左右に触れてしまうからラテラルロッドで固定しているんだ。つまりラテラルロッド1、スイングアーム2で3リンクというわけ。ボディとサスペンションの取り付け方法が違うのね。でもなんで分けているの？それはだな、トーションビーム式の場合、横棒、つまりクロスビームもねじれてしなやかに動くんだ。だから、左右一本で繋いだサスペンションだけど、独立喧嘩のような動きをする。対して、三輪駆式は硬いクロスビームと繋がっている。4WD だから動力を伝えるから当然だよな。なるほどね。駆動方式でリアサスペンションの構造も違うということね。乗り味もやっぱり違うのかしら。それは好みの問題かもな。街乗りでは独立喧嘩に近いトーションビームを採用した 2WD の方がいいかもしれない。でも悪路走行を想定した車だからな。快適に悪路走行という面では 4WD の方に部があるのはわかるだろ。なるほどね。
ダフトは求めるユーザーによって車が見せる顔も違うということね。さらに、ダイハツ初となる電動パーキングブレーキを採用したんだ。でもアクロ走破性に優れた車だから雪道走行で溶接がアクチュエーターを破壊しないように、バックプレート前側に鉄のプレートが溶接されているんだ。それで効率よく溶接を取り除けるんだぜ。氷は硬いからそれを取り除く工夫をしているなんてすごいわね。でも錆びたりしないの。そこは大丈夫だ。防水鋼板の上から耐腐食性が高い塗料で塗装しているからな。融雪剤でも海水でも腐食しないぜ。それなら安心よね。それで安全装備はやっぱりスマーシかしら。その通りだぜ。運転支援システムのスマーシは全グレード標準装備だ。さらに、G と G ターボには、アダプティブドライビングビームが標準装備される。これはハイビーム用に設置された7個の LED が歩行者や対向車を認識するとその部分だけ照射光をカットするんだ。すごい。まるで高級車の装備がタフトに標準装備されているじゃない。うむ。かつては高級車の専売品だったよな。それが本格系 SUV にも装備されるんだから驚きだぜ。あと、タフトは全グレードでスマホと繋がるディスプレイオーディオの追加も可能だ。スマホアプリがディスプレイ上で操作が可能になるほか、9インチのディスプレイを装着すればテレビもラジオも視聴できる。しかも自社の位置情報や車のコンディションもスマホで確認できるぜ。最新の車って感じね。これだけの充実装備で走破性にも優れるのに街であまり見かけない気もするわ。実際売れているのかしら。確かに2020年6月に発売されているから、もう少し街で見かけてもいい気がするよな。でも実際は発売から2023年5月までで、約17万台も販売されているんだぜ。17万台が多いのか少ないのかよくわからないわ。そうだよな、悪い悪い。まず、発売が開始された2020年には軽自動車販売台数で12位にランキングしたんだ。その後2021年には6位、2022年には7位とトップ10入りを果たしているから人気ある車種と言えるぜ。かなり売れているんだ。ということは3年で17万台という数は立派ということね。ああ、そういうことだぜ。しかも今年の1月から5月の販売台数を見ると、人気のハスラーが 27,280 台に対し、タフトはそれに迫る 27,135 台だぜ。まだ登場から3年だからな、今も CM が流れているし、知名度がもっと上がればもっと売れる車になると思うぜ。マリサの言う通り知名度よ。だってハスラーと似ているからタフト特別ができない人も多いのよ。これからが楽しみよね。ああ、霊夢の言う通りこれからが楽しみな車だぜ。台形タイヤに曲線と曲線を上手に融合させ、大きさと迫力を出したデザインだからな。アクロ走破性だけでなく使い勝手もいいから、それがエンドユーザーに知れ渡れば人気車種として君臨するかもな。そうよね。まだ多くの人にタフトの異差は知れ渡っていないと感じるわ。不満レビューも多いと聞くし、実際ユーザーの評価はどうなの？ネットでタフトの声を拾ったらこんな感じだぜ。パワフルで、見た目とは裏腹に足ががっちりしていて、かなり走れる。ターボでパワーがある。発進時、合流時で加速が必要な場合に余裕を持って走れる。スカイルーフ最高です。見た目がグッド、街乗りでもアウトドアシーンでも似合うところ。シートも運転席と助手席は軽とは思えないぐらい座り心地が良く、全体的によくできてます。かなり良い評価が多いじゃない。不満レビューが多いと聞いてたからなんか拍子抜けしちゃったわ。確かに霊夢の言う通り、不満レビューが多いと言われているよな。だからどんな不満があるのか探したらこんな感じだ。リアシートの乗り心地が最悪。シートスライドもリクライニングも一切ないので座布団などで調整しないと長時間はきつい。出だしのエンジン音がうるさい。交差点では信号機が見えにくいです。ちょうど隠れます。フェンダー周りの樹脂デザインは普通でよかったと思う。意外に少ないじゃない。もっといろんな不満を期待していたわ。いや、この中のリアシートについてと、交差点で信号が見えない不満は非常に多かったんだ。特に、交差点で信号が見えないのはかなり危ないよな。確かにそうよね、信号待ちで青になったのがわからないと後ろに迷惑になるものね。でもリアシートは後ろに人が乗らなければリクライニングはどうでもいい気もするわ。確かにリアシートに誰も乗らなければそれでもいいけど、実際人が乗れるスペースあるしな。だからリアシートに人を乗せて遠出にも出かけたくなる。特に実用性がある車だから、ファミリーカーとして購入する人もいるだろうから、リアシートのリクライニングは重要だろう。確かにマリサの言う通りね。それでこれだけ評価が多いということは中古車市場も気になるわ。中古車情報を調べたら、なんと2696台もあったぜ。タフトは特別使用車クロムベンチャーが2021年に登場したんだ。その1台が目に留まったから紹介するぜ。かっこいいわね。クロームメッキパーツでワイルド感が増して迫力あるわ。しかも走行が 45km って未使用車よね。それで乗り出し価格が164万円ならかなりお買い得だわ。その通りだぜ。確かに年式は1年落ちだけど未使用車というのがプラスポイントだ。しかも特別使用車だしな。もう少し安いのが欲しければこんなのもあるぜ。これはすごいわ。車両本体が100万円を切っているじゃない。しかも年式も2021年なら2年落ちよね。こんなに安いなら買いね。こいつを見つけた時はかなり驚いたぜ。
一番上のグレードのGターボだからな。ただし 2WD というのが難点だ。あ、本当だ、 4WD じゃないんだ。それならこの価格でも納得よね。4WD のお買い得な車はないのかしら。4WD に絞り込むと381台にまで減るぜ。その中で目に留まったのがこいつだ。おお、ブラックの外装のGターボじゃない。しかも走行が 14000km で乗り出しが1336000円ならかなり安いわね。うむ。探せば掘り出し物に巡り合えるのも中古車の醍醐味といったところだぜ。まあ、中古車は値動きも激しいし、常に在庫状況も変わるから気になる中古車があったら迷わず問い合わせした方がいいぜ。登場から3年しか経っていないけど、これだけ多くの中古車が市場にあるなら、いい中古車に巡り合えそうね。というわけでダイハツタフトについて解説してきたけど、霊夢は何を感じた？まずダイハツタフトに初代がかつてあったことに驚いたわ。しかもメーカーの開発者が、2代目は初代の後継者ではないと言っていることにもびっくりしたわよ。うむ。確かに多くのメディアなどで現行タフトは初代の後継と紹介しているからな。でも開発者は、初代を想起させることもネガティブなことではないと言っている。つまりタフトは歴代社名と同じだから2代目と言われても問題ないということだろうぜ。あと、タフトはネット上などで辛口評価が多いけど、実際はそうでもないことにも驚いたわ。確かに、多くの辛口評価が紹介されているよな。でも、高評価も非常に多いのがタフトだ。性能を考えれば納得できるだろう。まあ、売れていないとも言われるけどまだ登場から3年だしな。これから知名度が上がれば街で見かけるようになるだろうぜ。確かに軽自動車で本格的にアクロ走行できる SUV は、なかなか見かけないものね。その通りだぜ。ジムニーほどのアクロ走破性はないけど、かなりこだわった設計をされているからな。しかもジムニーより確実に乗り心地もいいし、舗装路の走りも上だぜ。そう考えるとかなり優れた SUV と言えるだろう。これからが楽しみな車ということね。そういうことだ。それじゃあ今回の解説はここまでにするぜ。もしよかったら、みんなのダイハツタフトへの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。